お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023開封動画2回目の後編9パックやっていきたいと思います。それでは早速ねやっていきたいと思います。まずはですね後編の1パックやっていきたいと思います。テニスの加藤美優選手でございます。で、野球選手の山本浩二選手でございます。侍ジャパンのね、監督の経験もございます。プロ野球選手、中村翔吾内野手でございます。で、プロ野球選手の塩見泰隆外野手の平でございます。バドミントンの松山奈美選手でございます。で、柔道の阿部詩選手でございます。2袋目でございます。競泳の松本克央選手でございます。で、プロ野球選手ね、鳥谷敬内野手でございます。で、同じくプロ野球選手の薄川誠一、外野手でございます。あ、失礼しました。内野手でございます。で、体操の渡辺葉月選手の、これはキラでございます。で、柔道の阿部一二三選手でございます。スケートボードの西矢椛選手でございます。3袋目でございます。バスケットの町田瑠唯選手でございます。北海道出身でございます。ジョッキーの明け橋競馬の藤田奈々子ジョッキーでございます。で、プロ野球選手の中村雄平捕手でございます。で、女子プロレスラーのこれ、ね、フワちゃんの、これ、キラでございます。ちょっとね、氷が、音が出ましたけどね、ご了承ください。体操の渡辺葉月選手でございます。で、囲碁の中村すみれ選手でございます。4袋目でございます。これはボクシングの重岡銀次郎選手でございます。ちょっとね映像がぼやけてしまうところがありますがご了承ください。陸上競技の鈴木健吾選手でございます。で、これプロ野球選手の村上、宗隆選手でございます。で、プロ野球選手の石川昂弥内野手の平でございます。スノーボードの富田せな選手でございます。で、競技かるたの久米原啓太郎選手でございます。5袋目でございます。車椅子テニスの小田凱人選手でございます。プロ野球選手の宇田川優希選手でございます。投手でございます。で、直筆サインカード出ましたね。これは、大橋悠依選手ですね。あの水泳の方ですね。の直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、89分の42となっております。直筆サインカードゲットでございます。続けていきます。アーチェリーの古川高晴選手のキラでございます。
羽田拓也選手でございます、ね、カヌーでございます。でバレーボールの木村沙織選手でございます。6袋目でございます。今ちょっとね映像がぼやけてしまってますが、ご了承ください。ではね改めてやりたいと思います。ボディービルの横川直孝、ね、選手でございます。これはダンスのこれな中来茂幸さんでございます。でプロ野球選手の、青木宣親選手でございます。で、同じくプロ野球選手の、山井大輔選手でございます。卓球の早田ひな選手のこれは木田でございます。でラグビーの稲垣啓太選手でございます。6袋目でございます。卓球の伊藤美誠選手でございます。でこれは競馬の今村聖奈ジョッキーでございます。中日の、佐野圭ごめんなさい、プロ野球選手で、ね、横浜の佐野圭太外野手でございます。失礼いたしました。でスターライトですね、これ千葉ロッテの佐々木朗希、選手のねスターライトでございます。重岡雄大選手ですね、ボクシングの、これキラでございます。またね映像がぼやけてしまうところがありますが、ご了承ください。でレスリングの吉田沙保里選手でございます。で8袋目でございます。でこれは BMX の中村輪夢選手でございます。こうした方がねちょっと分かりやすいかもしれませんね、これね、はい。で、スポーツクライミングの楢崎智亜選手でございます。で、プロ野球の王貞治内野手でございます。で、ダルビッシュ有投手のスターライトなんですよね、これね青白でございます。でこちらがですね120分の74となっております。で続けていきたいと思います。柔道の吉田秀彦選手の木田でございます。でスケートボードの西谷もみじ選手でございます。で最後の9袋目でございます。陸上競技の池田光希選手でございます。サーフィンの増田篠選手でございます。でプロ野球選手の立浪和義内野手でございます。現在は中日の監督でいらっしゃいます。で増田篠選手サーフィンの今度はねこれ木田模様でございます。スケートボードの中山風奈選手でございます。で最後はモータースポーツの佐藤拓磨選手でございます。はい、以上で BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023の開封動画2回目の後編9パックやってきたと、ごめんなさい、9パック終わりたいと思います。ちょっと噛んでしまって申し訳ございません。で途中でね、ぼやけてしまったことを、本当に、ご了承ください。はい。で、またね、今度別のね、プロ野球の開封動画もね、やりたいと思います。2箱ね、買っておりますので、届き次第やりたいと思いますので、よろしくお願いします。さらにはですね、
あのメンバーシップ限定で、女子ホッケーの、開封動画もやっております。2012年度版ですけどね、興味ありましたらね、見に来てください。よろしくお願いします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。